はい、どうも、ちびきです。今回ですね、ドラゴンゲートの、現世代まだまだやれるんじゃないかということで、そちらの方をやっていこうかなと思いますね。はい、まず早速なんですが、今、現在、現世代と呼ばれている選手は、土井善野、大和遥、この4選手なんですけど、まあ、今年、この現世代はね、まあ、あまり、いい結果を残せていない。っていう状況なんですよね。今年はね、新世代と言われているね、まあこの現世代のより下の世代の人たちがすごい奮闘しているので、ちょっとね、まあ霞みつつあるんですが、まだまだやれるんじゃないかなと思うので、この4人の直近一体どんなタイトル取るのかっていう予想をね、ちょっとしていこうかなと思いますね。まあはい、まず、土井はですね、まあ、トライアングルに挑戦することが決定しているんですが、実際、トライアングルは取らないんじゃないかな、と個人的には思いますね。なので、今後直近で取るといえば、まあ、土井といえば、ミスターツインゲートとね、言っていた時代があったの、ツインゲートをね、取るんじゃないかな、と思いますね。まあ、そのパートナーは、後々言うんですが、まあ、ね、その、ミスターツインゲートのね、王者の姿っていうのをね、もう一度見てみたいですね。なので、まあ、ツインゲート取るんじゃないかなっていう、ちょっと願望込みのところがあります。はい。で、続いて、吉野。吉野ね、弁慶の持つドリームゲートに挑戦することが決定しておりますが、まあ、ここも吉野取れないんじゃないかなと、個人的にはそう思うので、なので、吉野が次取るベルトは、まあ、ツインゲートなんじゃないかなと。まあ、ねえ、土井が先ツインゲート取るんじゃないかって言ったんですが、まあ、いわゆる土井をしてツインゲート取るってことですね。やっぱ、ねえ、吉野と土井、この二人の土井善しでね、もう久々のツインゲート体感みたいので、取ってほしいですね、本当にね。で、続いて、ヤマト。まあ、ヤマトは、直近での挑戦は決まってはないんですが、今後取るとするのであれば、ドリームゲートなんじゃないかなと思いますね。やっぱりまだ現世代、ね、まあ、ちょっと最近元気がないと言われてますけれども、言うてもまだね、全然、最前線で戦えてると思うので、ヤマトのドリームゲート王者返り咲きっていうのも全然あり得るんじゃないかなと。まあ、弁慶から取るかどうか、それは正直わからないですけど、まあ、来年、もしくは再来年、あたりにはヤマトドリームゲートを取るんじゃないかなと思いますね。はい。で、続いてがハルク。まあ、ハルクに関しては、やっぱその首の怪我からね、復帰したのが7月で、まだ約3ヶ月ぐらいか、しか経ってないので、ねえ、で、タイトルにもなかなか絡めていないっていう状況がずっと続いているのでね。まあ、取りに行くとしたらどうでしょうね。トライアングルゲートとかになってくるんじゃないかなと思いますね。やっぱりその首の怪我があったので、ドリームゲートっていうのはちょっと難しいのかなと思いますね。やっぱ今の現状ね。でも、ハルクにはもう、一花咲かしてほしいなっていうのは個人的にはありますね。あるので、ぜひね、何か取ってほしいですね。ハルクにタイトルね。まあまあ、今年はちょっと、厳しそうな感じはするので。まあ、来年あたりにね、取ってほしいなと思いますね。はい、ということで、ヤマト、ヨシノ、そして土井ハルク、この現世代4人、まだまだ絶対輝けると思うのでね、ぜひね、タイトル獲得してほしいなと思いますね。はい、ということで、まあ今回この辺で終わります。チャンネル登録をよろしくお願いします。あとリクエストコメントとか、現世代4人に関するコメント何かあったらよろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わります。